皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。東海顧問であります柳井先生より一言よろしくお願いします。飛び六渡航連合会の顧問をしております株式会議の柳井と申します。本日はおめでとうございます。今年も、このように晴天に恵まれて、飛び渡航連合会のはしご乗りが開催されます。これは1年の安全を記念いたしまして皆様方に披露させていただきます。飛び渡航連合会、実は全国の飛びの五輪ですね、技能五輪大会というのがございまして、2年連続で日本一を取りまして銀メダルをいただくことができました。こういうことの積み重ねでこの日本国はしっかりと前向かってものづくりの国になっております。このものづくりができないとこの日本は継続することができません。 IT が一生懸命こう成長しておりますけれども、この我々の土地の礎を築いてくださっているのがこの我々の飛び渡航連合会でございます。皆様方もそこら辺はしっかりとご理解いただきまして、今後ともご声援のほどよろしくお願いを申し上げます。本日は皆様方ありがとうございます。今日も事故のないように、それからこの1年も事故のないようにご祈念をさせていただきまして、本日のはしご乗り開催をさせていただきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。先ほど、ハイデンにて、本年度の、安全祈願祭を無事終わることができました。ただいまより、恒例になりつつあります奉納のはしご乗り、まといふりをご披露させていただきます。先ほど東海顧問の、岡山市議会議員柳井徳義顧問より、全国技能五輪で、日本一を今2連覇中です。これに伴いましても23歳以下の競技でありますから、これからの、ものづくりの中心で頑張っていきたいと思います。あと今回のこの寒さと、皆さんが、来ておられる緊張感で乗り手は震え上がっておりますので、ご声援をよろしく申し上げます。早速ではございますが、岡山池田藩火炎宝珠のまといの振り込み始めます。まとい持ちよい。お願いします。まといの振り込み始め。第54回全国技能五輪金メダリスト岡本幸也です。
当民。第53回全国技能五輪日本一金メダリスト西田智です。選手は入江風太です。今回初めてですので、声援しっかりお願いします。第3選手は、
Thank you.
皆さん、拝借いたします。それでは、よー